じゃあなんか適当に撮っときますね。わかりました。運転感じを。いいですね、このなんか助手席から。あ、本当ですか。はい、いい家ですか。いい家ですね、やっぱ。あれないですよね、ショート以外ね。ショート以外ないですね。こう車を車庫入れするときなんか、はい、ちょっとカッコつけちゃって、なんかそのどういうことですかそれ。車買いたての18歳じゃないんだからそんなところにも魅力を感じてないよ俺は。車買いたての35歳じゃないんですか。いや、いいよ、35歳じゃないよ。35歳ではありますよ、ね、35歳か、なったばっかりでもね、はい、生配信もやったし、はい、おお、すごいとこ通りますね。すごいとこですね、これ、はい、これってもう、でも、ちょっと秋葉原っぽいですね。そうですね、はい、アットホームカフェありますよ、ケンさん。なんですか、それ。アットホームカフェってのはフギア。いや、メイドカフェです。あ、そうなんすか。はい、アットホームじゃないですか、やっぱり。アットホームなんですか、あれは。で、家みたいなもんですよ。あ、そうですか。撮りますよ。運転してる時に暴言を出さないように気をつけないと。はい、運転してる時じゃなくても気をつけないといけない。そうですよね。たまに出ちゃうんですよね。はい、あ、というか、待ってですね、はい。全然事務所から進んでないですね、多分。ですね、本当事務所。これ事務所ですよ、もう。そうですね、あの道。めちゃくちゃ燃料不足って書いてあるんですけど。いや、これは大丈夫です。もう行くんで、エネオスに。ああ。これ後ろのあれです。あの、タクシーが近いんで。すごい。センサーです。人が通ったらちゃんと、はい、近くに通るとこの音がします。なんか後ろが近いですね、今、タクシーが。燃料不足でなってるわけじゃないですよ。あ、なんかあれじゃないですか、降りててタクシーにおらって言った方がいい。いや、やめてください。そういうことやったら一番ダメなんだから。危険だぞっつって。こういう公共車に乗ってる人やっちゃダメなんだから。ああ。誰だと思ってんだっつって。いや、ダメですよ、一番。こういうのでもイライラしたりはしないんですか。いやあんまりしないですね。うん、大丈夫かなっていう。やっぱトゥ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 って言いたくなります。いや、ないだろう。どんだけ今日ネタがないんだよ、そんなの。出て行ってたらもうないですけど。あ、本当だ。ちょっと遅くなるんで。暑くなってきましたね、今日ね。今日暖かいですね。暖かいですね。こんな日はコンビニ巡りに限るな、はい、本当に。いや、そうでもないんだけどね。たまたま晴れてよかったですよ、はい、でも意外とやっぱりね、こうやって3店舗一気に巡るとね、はい、違いが出てくるね。あ、本当ですか。あ、ここがあんまり意識しない時ってあるじゃないですか、はい、あ、この米ってこうだったかなと思った。結構ね、意外とこういろいろ答え合わせができましたよ。なんか本当に品ぞれも違いますから。違いますよね、はい、なんか絶対セブンに行こうとかってあんま別にないじゃないですか、正直。ないですね、うん、正直。なんかこうね、七チキ食べたいなとか。はいはいはい、それはあるんじゃないですか。今日はファミチキかなとか。はいはい。ああ、やっぱ唐揚げくんかとか。はいはい、多分それ多いんじゃないですか。やっぱり唐揚げ棒かとか。いや、どんだけ唐揚げ好きやねん。どっかで決めろや、もう。やろ、もうそれは。早いな。早いな、じゃないですよ。でもやっぱりね、充実してるね、それぞれが。はい。日本という国がいかにこの便利かというか、マジで感じますよ。間違いないですよ。僕海外プロレス行ったことあるじゃないですか、はい、海外のコンビニはやっぱり全然もうダメですね。うん、僕ら日本人はやっぱりこのコンビニのクオリティに慣れてるじゃないですか、はい、マジで本当にスナックパンしか置いてなかったり、 あんな麺とかもなんかお菓子みたいなカップ麺置いてるんですよ、大体、はい、こんな充実してるのは日本ぐらいじゃないですか。しかも意外ちゃんと高品質なんで。そうなんですよね、はい、こだわりがすごいっていう、ね、この本当にあの毎回いろんなことを褒めてますけど、はい、何のタイアップもないっていう。本当ですよ、そろそろ会ってもいいんじゃない。豊洲来てない。ちょっと連絡が今来てなくて。おかしいな、それ大体僕が弾いてるんで。よく、いや、だいぶ弾いてんだそれ。また事務所だな。どうですか、この都内をね、はい、こういうのもいいかもね、はい。あれ、あの春は花見んじゃない、ファミリーで。あ、いいですね。今思いついちゃったよ、一つ企画を。さすが無尽蔵だな。いや、だって俺こういうとこ撮ったら絶対すごいんですよ、桜は。多分春は、はい、まあ、全然今でもいいですけどね。いやいや、桜咲いてないでしょ、ただのゆっくりしてる人たちでしょ。いや、桜綺麗だと思うよ、公園とかいいよね、はい、
どの辺なんだろうな、上野とか上野恩賜公園ベタなんですかね。いいですね。まあ代々木公園、あ、いいですね。あと日比谷公園とかもありますよ。お、日比谷公園ってのあるんですか。はい、なかなかね、ないですよね、花見することもね。はい、え、しないですか、やっぱり青柳さんとかと。いや、しないでしょう。見たこと、イメージわからないでしょ。いや、なんか2人でこう、え、何喋るんですか。わざわざ桜見ながらじゃなくてもね、まあまあまあ、会場控室とかなってるわけですから、わざわざ。まあでもね、いいかもしれないですよね、はい、そういうコミュニケーションも。なんかこういうドライブはやっぱりモンキーマジックとか聞きたくなりますね、はい、そして僕らいや、アカペラ大丈夫なんですよ。いやいやいや、いいんですよ。本物のマジックが欲しかったんですよ。あ、そういうことですか。名曲多いよね、はい、あ、それでもさ、こういうドライブしてるとやっぱりさ、はい、俺結構試合帰りとか音楽とね、夜景っていうのが好きなんですよ。あ、わかります。いいですね。うん、あ、今日はこういう試合だったなとか、はい、そういうのを振り返りながら、そういうその時の気分に合わせながら曲を変えてね。それがやっぱこう一人でこう車で帰る時の特権じゃないですか。っていうかあれだよね、なんか見覚えあるなと思った。これコラケホールの近くだね、これ。もう毎回あのこのなんかさ、この雰囲気を毎月見てんじゃないですか。この光景見るとやっぱ仕事スイッチ入るんだよね。あ、プロレスラーモードというか。あ、今日何時入りでしたっけ。いや、違うよ、今日は違うんだよ。こんなコンビニ巡りで行けるわけじゃないんだからね、この光景はね、はい、ここにもスターがいるかもしれないですね。あ、本当だ、スターがいた。いた、いましたね。はあ、どうですか、この自分の看板の前を通り過ぎるっていう。確かになかなかこういう仕事しないとないですよね。ないですよね。ここにあるんですね、その看板は。はい、いや、晴れて本当にいいっすね、今度ね、あの桜花見、はい、桜って言うとやっぱり宮原健人の桜がやっぱり桜舞い散る中に溢れた記憶とですよ。あ、ケツメイシの方ですか。僕らはでしょ。あ、森山直太郎。いや、いいんですよ、そんな別にイントロクイズじゃないんだから。暇人じゃないんだから、俺らは。なぜ暇人。暇人がやることじゃん、これ。あ、確かにイントロ。暇人って昔流行りませんでした、暇人っていう言葉。ああ、よく言ってましたよ、ね、お前暇人だな。今の人言わないでしょ、多分。確かに言わない。暇人ってなんかすげえ俺らの時に。確かに、はい、なんかできた言葉だと思いますけどね。あと、ちょっと前だとイマジン。いや、それはあれだろう。イマジン、オーイエイエイみたいなやつでしょ。はい。イントロドンします。え、いいですよ、そんな。一回ちょっと小林に出してもらって。はいはい、あ、イントロドンって曲を当てるってことですか。はい、鼻歌ドンで。あ、鼻歌ドン。はい、お願いします。すごい秘宝、すごい秘宝をちょっとお伝えするんですけど。どうしました。怖い。多分この携帯のエラーなのか、この機能のエラーなのか、ちょっと僕は今定かではなくて、大変申し上げにくい事態が起こってますので、いいですか。コンビニは取れてる。大変申し訳ないことがありまして、本当に本当に謝罪しなきゃいけない案件の話を今していいですか。はいはい。イントロドン取れてないっす。いや、いらねえだろ。本当によ。イントロドンだけ今収録始まって一番いらないぞ、あれ。むしろ。そこはいいよ、削っといて。マジっすかじゃないよ。悔しがるとこじゃないから、そこ。チャンネル登録して、視聴していただいている方。いや、いいんだよ、イントロドンは本当に大変申し訳ございません。いいんだよ、イントロドンはもう謝罪するとこ間違えてんだから。ちょっとエラーでですね、小林が鼻歌で歌った曲を僕たちが当てるというゲームを。めちゃくちゃどうでもいい時間だわ。行いまして、で、小林が嵐さんのハピネスという曲を鼻歌で歌っていただいたんですね。で、ちょっと私たちが当てることができなくて。いや、いいんだよ、説明の仕方がすげえ難しいことやってんじゃないか。そんな正確に説明する必要ないんだよ、イントロドンなんて。誠に遺憾で。遺憾じゃねえし、説明する必要ないんだって、そんな丁寧に。なのでちょっとそれが取れていなかったという事態があるので、事態とかじゃないから。今度次回のですね、生配信で行いたい。いいんだよ、そこはまたリスケしなくて。小林がオンチということもバレたので。やめとけよ、本当にそんな情報いらないから。本当に健人さんには今日はもう謝罪の一日。いやいや、いいんだよ、そんな悔やまなくても。
あるんだから今日本編が。コンビニは取れちゃってるんですけど。コンビニを取るために動いてんだよ今。取れちゃってる。残念ながら取れちゃってたな。取れてる。コンビニはもう完璧ですよ。あ、なんか動物と触れ合うってのやってみたいね。犬とか。サイとか。いやいやいや、動物園だよそれ。あ、犬カフェとか。犬カフェ。犬カフェってあるんですか。いや、わかんないです。僕ね、カフェも。柴犬カフェとか。原宿とか。はぁ、そういう知識のために小林ちゃんがいるんですか。そういうことだけではないでしょ。それだけ一本で。柴犬カフェのためだけに。おかしいな、それ。来るときはわかんねえだだから、僕、あの、宮原健人が、猫カフェに行くとか言うんじゃないですか。いいですよね。あ、でも俺行けねえや、多分。あれです。すみません。いやいやいや。猫アルで。猫アルって、猫臭くていいよ、アレルギーの人が。TBS の近くの方まで来ております。おこれマジ、ドライブ結構いいの撮れてるんじゃないですか。いいですね。内容はともかく。で運転してるのがずっと流れるっていいですよね。はい。あ、そうだ、俺さっきのお話の続きで気になったんですけど、はい、ケントさんってこう試合でリング上がられた時とか、はいはいはい、でなんかこう歩きながらこう喋ってるじゃないですか、はいはいはい、あれって何を言ってるんですか。あれってなんか自分の前に持ってったやつ、会場なんていうんですかね、はい、声を出すと、はい、なんかこう会場に飲まれないようにするっていうか、あ、なんか結局なんかなんつうか準備運動じゃないけどあるじゃないですか、はい、その会場にこう会場支配するじゃないけど、はい、そういうイメージですよね。なんかうわーって声出して、あ、これが声返ってくるなみたいな。あー、なんかこう歩きながらこう結構こうボソボソっと言ってるじゃないですか。声を出すことやっぱ大事ですよ。あー、なるほどなるほど。やっぱこう自分のこう、そう、自分のはっはっっていうイメージじゃないですか。鼓舞するというか、あながち、あの、気合いだとかも別に間違ってないです。いや、間違ってないです。やっぱ声出すことって人間いいらしいですからね、はい、だからあのね、あの新人の公開テストの動画の時に、やっぱりまだもうすでに声出せてないやつはダメだってお話あったじゃないですか。やっぱり声ってやっぱ自分の自信ですからね。声が小さい人はやっぱ自信がないからボソボソってなっちゃうわけじゃないですか。だからこそやっぱりいいんだよ。あなたはちっちゃい声でそこは自信はいいんだよ。そんな、そんな、うちらはそんな体育会系のチャンネルじゃないんだからさ。あ、この辺か。あと、そうだ、あの、先ほどね、はい、ちょっとお話ししましたけど、あの、X である方が、ある方というか、はい、あの、多分このチャンネルを見ていただいている方が、あの、ジョージ・ハインズさんに直接コメントしてくれたらしくて。ありがたいですね。はい、なんか、それを見て、こういうところは SNS 社会っていいことだなと思ったんです。確かにね、ボタン一つでというか、はい、ね、ネット一つでそういうことができるということですもんね、はい、でも変な話、夢ありますよね、はい、だって絶対に交わることもしかしたらないぐらいのレベルじゃないですか。小学校3年生の時の話ですからね、はい、その話が人に伝わってってことですよね、はい、いつかコラボしましょう。いや、まあいいんじゃない、コラボはもうそこまでしなくても。ビーフォーはチキンって聞いて。いいんだよ、それはもう。1分じゃねえか、尺が。オフィッシュ。いや、いいんですよ、フィッシュも流さなくて。でも、嬉しいっすよね。で、いいコメントいただいてたじゃないですか。なんていただいてました。あー。嬉しいっていう。嬉しいっすね。でもそうやって、でも僕のことも、あの時の少年だっていうことで、はい、ねえ、また覚えてくれるわけじゃないですか。はい、そういうのをやってくれたね、ファンの方も。本当ありがたいですよね、はい、ベンさんってその球技って野球側ですよね。はいはいはい、サッカーじゃないですね。でももうやろうと思う。サッカー、球技系か。球技系も何するんですか、球技系って。あ、いやいや、できないでしょ。そんな何回も絵になるようなことは。キャッチボールはどうですか。キャッチボールいいじゃん。あ、いいですね。キャッチボールいいですね。ああ、そういうのもあんのか。バッセン、バッセンとかいいじゃないですか、別に普通に。なんすか、バッティングセンター。ああ、それいいっすね。はい。そうだそうだ。それやってなかったっすね。ストラックアウトとか。ああ。外でやるロケのプロレスじゃないのをあんまやってないじゃないですか。ああ、確かに。それもありですね。はい。さあ、間もなくですかね。間もなくですね。最後に、じゃああれやっときましょうよ。はい、イントロトーン。
いや、いいから、もうイントロドーンは。もうさっきのあれでいいじゃん、ハッピネスで。ああ、嵐さんの嵐さんのって言わなくていいんだよ、だからさん付けは。源田さんもこの、ずっとツッコミするの体力いりますよね。いや、別にそれは普通なベースになってますからね、今ね。ああ、別に慣れてます、もう。芸人さんでも体力使うのをさらっとやられてるんで。芸人さん意識してやってるんでしょうね、やっぱりすごいでしょ、あれは。それがプロっすもんね。花見猫カフェ、動物系のカフェ、はい、バッティングセンター、いいですね。あとまあ9時もありますしね。宮原健太郎 YouTube チャンネル登録高評価よろしくお願いします。宮原健太郎 YouTube 最後。